ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-276 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-276。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-276 は、サイト。においてドックに係留された状態で収容されており、アクセスにはセキュリティクリアランス3以上が必要となります。その特殊性に起因する貴重物品や記録の喪失可能性を鑑み、SCP-276 の移動先において、現代より古い時代の物品、あるいは未来の物品を SCP-276 内に持ち込むことは許可されません。収容手順の変更などにより、SCP-276 の運用が不可能となった場合、定期メンテナンスのみを継続してください。説明。SCP-276 は、存在する時代に対応し、その形状、サイズ、質量を変化させる性質及び、時間移動能力を有する、海運用船舶の外見をした実態です。現在は、全長 92.93 メートル、重量1360トンの、スクーナー式大型帆船の外見を呈しています。通常時、SCP-276 は、その時点での形状や重量に関係なく、標準的な帆船と同程度の航行能力を示し、適切な整備がなされ、最適な条件下である場合、16.2 ノットの速度での航行を可能としています。SCP-276 の環境内に存在するダリンのそばには、先に、後に、元の場所へ、と記された操作レバーが確認されます。SCP-276 の時間移動能力は、この操作レバーを用いることにより発現することとなり、操作レバーが用いられた時点で SCP-276 内に存在した人物を連れ、指定された時間軸方向へと移動を開始します。SCP-276 の時間移動能力は、船舶、あるいはそれに類する構造物が存在する時代を対象にした場合にのみ有効化されることが判明しており、人類が誕生する以前、あるいは、遥か遠い未来への時間移動の試みは全て失敗に終わっています。操作レバーでの指示は、操作時点で SCP-276 が存在する時代を基準に行われますが、元の場所へと記された部位に操作レバーを合わせることにより、操作者に対応した現在へと帰還することが可能となります。SCP-276 を用い過去を改変することにより、改変以後の歴史を操作可能であるか否かは、時間の持つ訴求的性質により、確認が不可能な状態にあります。そのため、SCP-276 に関する研究は、何者かによる時間軸の改ざんの試みを防止、監視することを主眼に行われています。また、SCP-276 が有する、半時代錯誤性、は、特筆に値するものであると思われます。SCP-276 は、自身の外見を存在する時代に対応したものへと変化させるのみでなく、人間を除く館内に存在する物体や物品を、存在する時代に対応した様式へ変化させる性質を有しています。例えば、現代において SCP-276 内に持ち込まれた懐中電灯は、SCP-276 が1700年代初頭に移動することにより、原始的なガス灯へと帰還されることとなります。人間を除く有機生命体は、移動した時代において存在していない、あるいは、すでに絶滅している種を除き、影響を受けることはありません。この二つの例外が任意の時代へと移動した場合、その有機生命体は、分類学上最も近縁である他の種へと帰還されることになります。マリサ、今の部分少しわかりづらかったんだけど。ああ、存在してない、いや、すでに絶滅している種、云々の部分のことだな。まず、存在していない、の方だが、これは現在存在している種を、その種が発生する前の世界に持ち込んだ場合の話だ。例えば、現在一般に豚と呼ばれている生物は、人類が野生のイノシシを家畜化したことにより、約1万年前に誕生した種だ。つまり豚の場合、過去1万年以内に移動するのであれば、SCP-276 の半時代錯誤性による影響を受けないということになる。そして、1万年を超えて過去に遡った場合、時間移動した豚は、野生のイノシシやその近縁種へと帰還されることになるということだな。ああ、なるほど。次に、すでに絶滅している種、だが、これは現在すでに絶滅してしまっている種を、過去から現在に移動させた場合のことだな。例えば、マンモス族は約1万年前には絶滅していたとされているため、それ以前の過去に遡りマンモスを捕獲し、現在に移動させた場合、移動させたマンモスは、現在に存在する近縁種へと帰還されることになる。マンモス族はアジアゾウ族と近縁らしいので、おそらくアジアゾウに帰還されることになるんだろうな。ああ、なるほど。
つまり、現在すでに失われてしまっている生物や物品を、過去に遡り回収し現在に持ち帰っても、その生物や物品を復活させたり修復したりはできないということね。ああ、そういうことになるな。特別収容プロトコルにあった、過去や未来において、貴重物品や記録を SCP-276 内に持ち込んではならないという手順は、持ち込んだものを現在に移動させることにより、それらが SCP-276 の半時代錯誤性の影響を受け、変質してしまうことを防止するために定められたということなんだろう。ちなみに、報告書内に記述されていないため確定事項ではないが、SCP-276 の半時代錯誤性の影響を受けた生物や物品が、失われてしまう可能性がある、という事実から、一度変質してしまった生物や物品は、その後時間移動を経ても元の状態に戻らないということなのかもしれない。ああ確かに、変質後でも元の時代に戻せば状態を回復させられるのであれば、失われるということにはならないわね。ああ、その通りだ。では、続きをどうぞ。過去、あるいは未来より現代へと持ち込まれた遺体にも同様の変化が確認され、現代へ持ち込まれた遺体の外見は、全くの別人の姿へと置換されることとなります。現代へ持ち込まれた遺体のケース調査を実施したところ、該当遺体は、であることが判明しています。中期。繰り返しになりますが、再度通告させていただきます。SCP-276 の有する時間移動特性を、娯楽装置として利用することは許可されません。追って通知がなされるまでの間、SCP-276 へのアクセスは、セキュリティクリアランス4以上を持つ職員にのみ許可されることとなりました。博士。ほい。ねん。ガツ。日現在、SCP-276 の運用に関する決定は、新設された機動部隊ロー5、時の一身に委ねられており、その構成員には、必要なクリアランスの全てが付与された状態にあります。SCP-276 の有する半時代錯誤性及び、時間軸の改ざんを修復可能な能力を鑑み、時間軸の修復を伴う作戦の全ては、機動部隊ロー5により指揮されることとなっています。報告書の紹介は以上だ。船やそれに類する構造物が存在する時代を対象に、自由に時間移動することが可能な性質を有する、スクーナー式の帆船の外見を呈する船、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。加えて、移動先の時代に合わせ、その外見や船内に持ち込まれた物品を変質させるという、副次的な異常性も持っているようだな。ええ、そうみたいね。その性質の影響で、運用面にかなりの制約がかかってしまっているようだけど、その制約分を差し引いても、財団にとっては非常に有用なスキップでしょうね。ああ、そうだろうな。報告書の途中では、SCP-276 を用い、歴史の改変を行えるか否かは不明であるとされていたが、ホイに記述されていた内容から推察するに、少なくとも改変された歴史を修復することは可能であるようなので、過去改変を行うことが可能なスキップや要注意団体などへのカウンターとして機能することになるのかもしれないな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。